どもの頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、そういえば敬愛する落語家の三遊亭遊雀師匠から謎の留守番電話が入っていました。ちょっと音を再現をいたしますと、あ、遊雀です。昨日ごめんね、突然フォローとかしちゃいけないのか、ちょっとオイラもわかんなくて、ぼちぼち教えてください。本当にいろいろとフォローしてくださってありがとうございます。留守番電話で失礼します。何のことか全くわからないんですが、なんか優しいっていうことだけ伝わる、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんですというね。で、これどういうことかっていうと、で、後で考えてみたらですね、遊雀師匠がツイッターこと X を今更始めたらしいんですよ。これね、ツイッターこと X っていうか、なんでさ、もうツイッターこととか言わない、めんどくせえな。これさ、いろんな人がさ、X、元はツイッターですがって言ってんのに、もうじゃあツイッターでいいじゃねえかよっていう。で、これを、今更その X を、遊雀師匠始めたって言うんだよ。それで、なんか、無言フォローみたいなの僕のツイッターの方にしたら、あ、これ勝手に無言フォローとかしちゃいけないのかなみたいな感じで、留守番電話に。だから、フォローした相手に遊雀師匠今52人フォローしてるらしいんですけど、全員に電話かけてるんだよ。すごいよね。だとしたら。心配性なんだな。でも心配性ってね、でも俺もそうなのよ。俺大体4歳の子供と神さんと、まあみんなで寝てるんですけど、6時半には起きるんですよ。で、なんか寝てても起こされないみたいな、なんかうちは睡眠に対してですね、とっても第一位にしてて、必ず起こさないっていう流儀があるんですよ。睡眠はとにかく大事っていうから、起こさないんですよね。で、いつも6時半なんですけど、その日ね、9時半ぐらいに起きた。で、パーッと起きて、で、おはよう、おはよう、とかってやろうと思ったら、いないのよ。神さんも子供も。で、え？つって、いないことあんのか。まあ、寝かしてあげている優しさなんだろうな、みたいな感じで、むにゃむにゃみ。で、仕事がその日12時からで、ああ、どうしようかな、と思って、あと2時間半か、って、その仕事の資料とか読もうかな、とかって、いろんなこと考えてたの。で、どこ行ったんだろうなと思って自転車見たら、うちの神さんが子供乗せるママチャリと俺用の自転車があるんですよ。その2台ね。俺の自転車がないの。え？と思って。あ、ちょっと待ってよ。でも神さんって必ず俺の自転車を、借りるときは、自転車借りるよとか、もう寝てたとしたらメールで自転車借りるねとか、やる絶対タイプなの。で、一回喧嘩したことがあって、俺の自転車をバーって行っちゃったから、俺がなんかジムとかに行くときに行けなくて、なんで、なんかちゃんと言ってよみたいなこと言ったから、それ以来も必ず神様やってくれるの。一回言ったら絶対守る人なの。それが何の連絡もなく自転車がないのよ。そういえば俺パッて、なんか8時ぐらいにむにゃむにゃしてた時に、神さんと子供の声で行ってきますみたいな声聞こえたんだけど、同時に男のうーんみたいな声も聞こえたの。でも夢かわかんないわけ。さらわれたんじゃないかっていう。勝手になんかその自分の中で変なスイッチ入っちゃって、心配性スイッチ入ったので、まあ、とりあえずま、神さんに電話だと。もう電話して繋がれば、なんか今どっかでね、カフェかなんかで喫茶店で食べてるよとか、なんか子供の習い事に行くのかなみたいな。で、こう電話したの。繋がんないの。繋がんないって。メールしたの。大丈夫？なんつって。どうした？とか。おーい！とか。全部繋がんないの。危険だ。治安がいいとされている日本だけども、何かがあったのかもしれない。だっておかしいよ。だって俺の自転車がない。で、それで、なんか一日の、今日のボードみたいなんですよ。一週間、どういうふうに、子供が生活するかとか、神さんが、動いていくかみたいな。それを連絡取らなくても、今ここにいるから安心してねという、多分俺の日頃の心配性を懸念して、事前に今どこにいるかみたいなことが書いてあるものなの。それが、なんか書いてあるんですけど、で、なんか今習い事言ってるってなってるの。習い事、あ、そうか。じゃ、ちょっと習い事のとこちょっと電話してみよう。で、いたら、そこでもう OK じゃん。
で、プルルプルルって電話したのよ。で、あいっつって、あ、すいません、古田氏勝彦というもんなんですけども、そこにちょっとうちの子供と神さん行ってますか？あ、来てないです。えぇ、いよいよこれはやばいんじゃないのつって。で、監視カメラがあるんですよ、うち。高性能な、めっちゃ高性能なカメラがあるんです。今まで緩いカメラでもいいかなと思ったんですけど、それじゃ犯人突き止められないってことで、超高性能なカメラがあって、もう絶対何でも捕まえられるみたいなところの高性能カメラあるの。で、カメラで持って、さっき8時ぐらいにおーって音が聞こえたから、そいつがなんかこう、普通になんかうちの神さんをさ、こうやって担ぎ上げてる可能性もあるわけじゃん。でもそれ自転車であるか？謎は深まるばかり。んーなんて思いながら。で、とりあえずその、高性能カメラで、監視カメラで見ようと思って見たら、見方がわかんないの。しまった見方がっつって。俺さ、仕事の資料とか見なきゃいけないんだよ。その時点で2、30分経ってんだよ。とりあえずパピコを食べて落ち着こうっつって。甘っ！甘いなこれお前！誰が作ったんだっつって。そこの方覗いちゃったりしてさ、書いてねえからマサオとか。こりゃ、なんちゅう甘い食いも、あっ！それよりも、うちの神さんと子供が、危ないかもしれないっつって。もうでもとにかくさ、その監視カメラも見えないし、とにかく今のところ自転車もないし、その習い事にも行ってないわけ。だからおかしいじゃん。完全におかしなことになってるわけよ。で、神さんは連絡つかないって。どうしよう、ちょっと警察、電話してもいいかな。でもちょっと待てよと。警察早いし、だと、そんな大事にしちゃいけないし、これ全然、なんでもない可能性も、高いよっていう。っていうか 99% なんでもないよ。多分どっかに行ってるだけだと思うよと思いながらも、気づいたら俺も不安すぎてマネージャーの山口さんに電話したの。マネージャーの山口さんにメールで、ちょっと今大丈夫ですか。で、向こうからしたらさ、12時に行く予定なんだよ。でさ、なんで電話うるせえなって思ってんじゃん。で、山口さんに後で聞いたらシャワーを浴びてたみたいな。ドラえもんの静香ちゃんみたいなもんで、シャワーを浴びてもう綺麗綺麗に全身をくまなく綺麗にしようとした時だって、そこに俺ののぶとい声で、いや、メールで、山口さん今大丈夫っすって、ちょっと電話でいいっすかみたいな言ったら、あ、はい大丈夫ですって、トゥルルトゥルルってかけて、あ、山口さん、ちょっと落ち着いて聞いてほしいんだけど、神さんと子供がいないんだよつって、えつって、ああ、どうされたんですか。いや、全然神さんと子供いなくて、そう、俺心配症じゃんつって、あ、そうかもしれない。白山先生、そうかもしれないですね。で、ちょっとこれこれこういう事情で、今とにかく自転車もないし、監視カメラもとにかく開け方もわかんないし、あと、まあとにかくその習い事にも行ってないんだよ。で、神さん絶対自転車だったら俺にメールするから、ないっていうのはもう完全なるおかしいことになって、おかしいよっていう。で、とにかく監視カメラで二人が普通にこう行っている映像があれば落ち着くから、見られないから、山口さん見るか、とできるかなって言ったら、山口さんが、いや、ちょっとわかんないっすつって。僕もやったことないっすつって。ごめん、だからとにかく不安だから来てくんないっつって。迷惑だよこれ、山口さん。不安。で、一応言っときますけど、俺の名誉のために言っとくけど、今までこんなことないです。こんなことで山口さんを呼びつけたことは今まで一度もないですよ。レアケース、とんでもないレアケースなんですけど、で、山口さんも、あ、でも、白山先生がこんなんないから、雇われて3年4年経つけどないから、なんか本当にあったのかもしんないみたいな感じで、じゃあ、山口さん待ってるわ、つって。山口さん来る間、どうしよう、どうしようか。ちょっとどうしたらいいな、警察ちょっと早いな、つって。で、なんかそのね、っていろいろこう考えてた時に、なんかさ、神さんからメール来たのよ。で、メール来たと思って、なんだよ、つって、今、ここにいるよ、つって、なんか連絡来たのよ。でも俺、メールで、それがなんか、結構なんていうのかな、もういつもなんか鬱陶しいなみたいな感じもあるんだけども、ちょっといつもとなんか神さんの文体が違う気がしたの。なんか今別にもうあそこに行ってるよ、違うとこにっつって、でもちょっと待って、だってさ、一週間のボードにその習い事っていう風に書いてあったけど、今違うところ行ってるけど、そんなおかしいじゃん。だって一週間のそのボードに書いて、あれだからもう前のやつずっとまだ書きたままなんで、新しく書き忘れちゃったの。あ、そうなんだ。じゃあ大丈夫ってこと？大丈夫だよ。大丈夫。みたいなことがメールで送られてきてんの。で、一回こう終わったじゃん。で、山口さんこっち向かってんじゃん。どうしようと思って。だからそのメールってさ、不安じゃん。電話したの。メールじゃあ、ちょっと不安だから。果たして本物が、なんか、犯人かなんかが神さんに命じて、こういう風に送れっつって、神さんが銃口突きつけられながらメールを送っている可能性もあるじゃん。
そこでうちの子供は泣いてる可能性もあるから、まんまと安心して、はっていう、そういう可能性があると。俺はそんなのに騙されないと。電話したの。何つって。何なのよつって。安心した本物だ。その嫌がり方が本物だつって。ほーつって。で、山口さんに電話して、トゥルルトゥルルつって。あ、山口さん、あ、どうされました？あの山口さんね、もう何にも言わずに引き返していい。何にも言わずに引き返した方がいいって。え？な、あの、その、お子さんと、あの、古田さん大丈夫だから。うちの社長も、うちの子供も全く問題ない。あとで12時以降に訳を話すから、何にも言わずに引き返してほしいっつって。はいなんつって。大変だよ、山口さんのその、道中の大変なこと。で、山口さんが、あれ、急遽、あの、帰りとか、なんか、ガッて来た時とかもさ、早くなりすぎて、なんか事故とかにね、巻き込まれちゃったら怖いなと思うから、俺もちゃんとメールとかで、ゆっくり来ていいよとか、ゆっくり帰って、みたいな。ここでなんか山口さんが帰りにさ、不意な事故みたいなのあった時に、俺が来させたからだっていう追い目を一生感じながらやんなきゃいけないじゃん。生きていかなきゃいけないじゃん。だから、俺は悪くないってことを込めて、事故とか気をつけてゆっくり帰ってください、みたいな感じで。ほいで、もう、走行してるうちに11時半ぐらいになってて。全然仕事の資料を読めずに。で、山口さんも、もう帰れって言われたところで、もう今更帰んのも時間かかっちゃうから、結局多分近くの喫茶店かなんかで時間潰してきたと思うんだよ。で、12時頃にさ、その山口さん来るじゃん、予定通りの時間に、つって、あ、なんか、あの、良かったですって山口さん優しいから言ってくれんのよ。したら、俺も大事故にならずに済んでよかったっつって。何にも起こってないんだよ。一人相撲、完全なる俺の一人相撲なの。完全、俺だからさ、有弱秘書のこと何にも言えないんだよ。ただたださ、自転車がないとかさ、監視カメラの見方がわかんないとか、ボードが神さんが多分一週間の新しいやつ書き忘れてるとか、習い事のとこ電話しちゃったりとかさ。で、あとでさ、後日その子供が習い事そこにも行くわけじゃん。あの別日にさ、したら、なんか、うちの子供がなんか、帰ってきてから言ってたもん。なんか、お父さん電話いつかしたらしいけど、あれなんでつって。お父さんはね、大事故を未然に防いだんだよ。そうなのって言われて。へーなんていう。完全なる脳内の一人相撲で、仕事の予習もできず、だからその日の仕事ももちろんボロボロですよ。ボロボロですけど、俺は家族を守ったっていう。俺と山口さんが家族を守ったっていう意識でね。本当にちょっと俺のマッチョなとこが出ちゃったかもしれないなと思って今回。繊細だね。だから、神様は俺と住んでて大変だなっていう。なんか神さんに対して申し訳ないっていう感じをちょっと改めてしましたね。それで言うとね。なんかその心配性みたいなことで言うと、一番子供がさ、剣道を習ってるんですよ、剣道の道場で。で、それがなんかまあ、キッズクラスみたいなのがあって、まあその、なんか、5人ぐらいでやってたりするんですよ。キッズクラスで今ね、少子化の時代なんで。で、先生が一生懸命教えてくれるみたいな感じなんだけど、まあ4歳なんですよ。で、まあ5歳とか7歳とか、まあ比較的低学年の子たちと一緒にやってたんですけど、で、ある日俺も見に行ったらさ、笑っちゃったのがさ、いつものさ、そのさ、キッズクラスじゃなくて、合同練習みたいなのがあって、もう中学生とか高校生とか、もうガンガン来てんだよ。で、先生たちも、なんか人数多いみたいな。いつも5、6人とかでやってるんだとしたならば、その日に限ってはもう、道場結構広いんだけど、30人ぐらいでやってるイメージ？で、それもさ、やっぱもう中学高校になるとさ、パーン、メーン、コテとかって、早いじゃん。すごいの。で、なんか俺も中学時代ぐらいに剣道やってたんだけど、剣道って、本当にすごいの。俺、聖学院高校ってとこにいたんだけど、7段の人いたんだよ。7段ってめちゃくちゃ選ばれし者なの。で、俺今でも覚えてんだけど、高校時代に、その剣道の先生は、なんか誰かがこうパーンって不意に石とか投げてもスッとかわせるっていう噂があった人なの。もう年50ぐらいの人なんだけど、もう剣道の達人になると、どっから攻撃を不意にされても、ふってかわせるみたいなことができるっつって。で、7段の先生なのよ。で、俺と友達のなんかちょっとお調子乗りみたいなやつが、そのなんかハンカチに石をくるんで、その、なんてね、ヤマト先生って名前だったか、ちょっと仮名でヤマトにしますけど、そのヤマト先生に、俺なんか隙がねえって言うから石投げるっていう風なバカがいたのよ。で、ちゃんと危なくないようにくるんだやつでね、ほーんつって、そうなのつって。で、投げようっていう風になるみたいな、ちょっと、ついてきてくれよって言われて、やだよそれ！すっげえ、だって、俺もなんか、
定額とかになる可能性あるよ、お前。高校私立だし、これって。いや、だけど、その先生を常に豪語してて、俺は、絶対どっからそうやって攻撃されても全く問題ないから、みたいな。そんなこと言ってんだよ、普段、確かに。だったら試さないと、それ嘘になるじゃん、みたいなこと言ってて、ちょっと本当に7段っていうのはどれぐらいすごいのかっていうのを、俺たちはその目で見たい、みたいなことを言ってんの。なんかその熱量に押されて、あ、その、じゃあ先生にその本当に危害加えるみたいなんじゃなくて、その柔らかい素材であるならば、まあ、ダメだけど、まあ先生が普段言ってるから、俺にいつでもかかってこい的なこと言ってるから、まあまあ、まあ悪く、じゃあ俺見てるだけで、遠目に見てるだけだよ、つって。はい、なんつってさ、ほんで、なんか、ちょっとそのなんて言う、遠いところ上からなんだよ。上から、下で、先生がうわーって剣道みたいなの教えて、体育館のところでさ、上上がれるみたいなとこあんじゃん。バスケットコートあるみたいな。その、もう合同でバンバンパンパンやってる、学校のクラスのその上の方から、その石に、そのなんか包んだやつ、だから柔らかい素材で、ハンカチみたいにくるんだやつで、パーンってこう投げたの。下思いっきり当たったんだよ。あはーってなってたよ。夢壊れるよね。剣道七段の。死ぬほど怒られてたよ。もうそれはもう死ぬほどそいつは怒られてたよ。七段って怖えっていう。自分がそのいつでもどこでもかかってこいみたいな。俺はそんな風に不意打ちで来られても、全然問題ないって言ってたやつがあんなに怒るんだっていう。三日来なかったですよ、その子は。三日謹慎的な感じだったんですけど、僕は完全に遠目でしたから、全く問題ないっていう。剣道に対してはそういう印象がある。その印象が強いから、すごい大事にしてるんです、僕は。で、まあ、あと、高段って剣道のとかで、俺中学高校ちょっとやってたからさ、体育の時間のレベルで。それでもって、だからそういう印象があるんだけど、やっぱさ、久々に見るのとさ、中学生高校生の生きのいいその道場でさ、本気でやってる人たちってすごいんだよ。で、うちの子供も4歳だけどさ、やっぱもうちょっと震え上がるみたいな、その道場の中にも入れないみたいな感じで。それで、剣道の先生がやってきて、で、若い先生がツカツカってやってきて、男性の方だったんだけど、ちょっとじゃあ一緒にここで見てようか、つって優しい言葉でさ、4歳だよ、つって。で、90分ぐらいのその、から120分ぐらい、その、道場の時間があるんだけど、うん、ちょっと見てよって言って、ずっと見てんの、子供がパン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 やってる。で、すっごい怖いじゃん。で、30分ぐらいして、その先生が、やるっていう風に聞いたの。で、今までは、やるって言っても、やだやだって首を横に振ってたんだけど、30分見た後に、やってみるって言って、怖くないよっていう風に言ってて、そしたらうちの子供も、っていうような感じで首縦に振って、その中学高校生のメーンとかドーとかって本気でやってるところに入っていくのよ。その勇気すごくない？で、まあうちのガキが4歳の子供が構えて、で、もちろん中学生高校生とかって偉いのはもちろんやんないわ、4歳にさ。防具もつけてないからさ。ほんで、ポーンって面のやっていいよつって、ここコンコン、ここ当ててごらんつって、うちのがメーンってやるわけ。で、それがなんか俺ものすごい感動して、で、その中学生高校生たちは代わりがあるうちの4歳の子供とか、他の6歳の子供に全部受け身取って、全部その受けるだけをやってくれたりするのよ。その子の修行にならないじゃん。でもなんでその子をやってくれるかって言うと、その道場で、おそらくずっと自分もそういう風にしてもらったから、上から受けた恩は下に返すみたいな感じで、なんだろう、その自分に120分の道場の時間があるとするならば、全部を使うんじゃなくて、30分、40分、その4歳とか7歳とか、他の子供に受け身だけを自分が取るみたいなことをやってくれてたのよ。それ超感動しちゃって、なんてコミュニティなんだと。俺高校時代にそのやっぱ7段がブチ切れてたから、その剣道あれ本当に7段だったのかっていうのも含めて、なんていいんだろうと思って、このコミュニティ、この武道というものは礼儀も教わって、でやっぱり4歳の子がそこの中に乗り込んでってやっってみるっていうのってすごい勇気じゃん。だって怖いじゃん。だって、でもまあその大人が優しくしてくれるっていうのは、うちの子供も思ってくれてるだろうけど、その本気でバーンバーンって音がするところに乗り込んでくって怖いよ。で、いざ行ってみたら、勇気出して行ってみたら、その中学生、高校生とか、あとは普通の先生が全部パーンって受けてくれて、指導して、もうちょっと手はこうやって伸ばした方がいいみたいなのを教えて、ちゃんと礼しましょう。で、ありがとうございました。みたいなことを言うみたいな。で、また正座してみたいな。で、着物着てるわけですよ、その感じも。俺、超感動して。で、中には、
なんか7歳ぐらいのお子さんで、なんかそのお母さんと来てる子はもう泣いちゃって、そのあまりの迫力に、うわーっつって、俺らの子供よりも3つも上の子がもう泣いちゃってるわけよ、すごすぎて。うわーっつって、で、お母さんがさ、大丈夫よ、大丈夫よ、つって慰めてんだけど、そのお母さんが、超美人なの。びっくりするぐらい美人なの。っていうぐらい。信じられないの。なんか芸能活動とかされてんですかってぐらい。そこら辺の芸能人よりも綺麗。また、なんか衣装もやっぱ夏だから、ちょっと比較的こうなんかこうなんていうのかな。あんまりそのなんかこう使われてないんですよ、素材を。なんかそのなんか結構なんつったらいいのかな。こう、なんていうのかな。あんまりそのなんていうの、俺もさ、コンプライアンスを気にしすぎて、表現できないっていう。まあ、エロい格好してたんですよ、比較的。ね？で、その7歳の子供甘やかしてんの。だ俺もさ、なんかふっとさ、俺も甘やかしてほしいっていうか。なんか、一人相撲をしていた俺を、子供がいないんだよ！神さんがいない！どこ行った？どこだよっていう。山口さん来てっていう。俺も甘やかしてほしい。俺も泣いちゃうから今。包んでほしい、その7歳の子と共にっていう。それを妄想しながら、4歳の子供がメーンってやってる。なんて美しいコミュニティなんだ。美人のお母さんもいるし。俺ハーフパンツで来ちゃったけど、ちゃんとすね毛剃っとけよかったみたいな、その謎のなんか美意識みたいな目覚めて、横に神さんもいながら、俺は神さんに、いい道場だね、なんつって。武道ってないいな、なんてのこと言いながらさ。俺は気づいたのは全部に甘えてる。神さんにも甘えてるし、こんな4歳のガキが気合い入れてメーンとかコテとかをやって、コテメーンとかもやってたりする中で、あ、俺甘えてんなって。飛び込んでいかなきゃいけないなっていう、そういうのをね、ちょっと今回。感じたなってことでね。まあちょっとこの放送ね、若干気持ち悪いと思うんですけど、長い目で俺を甘やかして、リスナーたちも見てほしい、聞いてほしいっていうのをね、ちょっと今日思ったかなってことで、一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。若手芸人がしのぎを削り、地上波枠を目指す新しい形のポッドキャスト番組、N93。キスタカヌの豚ピエロ、パンプキンポテトフライの剣、吉井正雄の今何してる、体たちの最果ての先生、金の国の卵丼ぶり。この5番組合同イベントが9月13日水曜日に開催決定。場所はザ・高円寺2で夜7時開演。会場チケット、配信チケット販売中。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。問わず語りの神田伯山。この番組は花丸、築地入船、他各社の提供でお送りしました。楽しい CM も終わりました。
ってね、そうそう、あのね、この前百貨店、まあ、よく行くんですけど、デパートとか。で、そこで、なんとなくフラフラしている時間みたいなのってあるじゃないですか。で、なんかフラフラしてた時に、もうなんかね、もう終わりの時間だったんですよ。百貨店って大体もう8時ぐらいに終わるでしょ？で、もう7時半とかそのぐらいだったんですよね。した時にフラフラしてる時に、なんかその、いやらしく、俺の中ではいやらしく、おこわの、まあ、おこわっていうのもちょっとエロいんだけど、だとしたらもう病気だよ。白山さん病気だよ。おこわがエロいって感じたらもう病気ですよ。その、弁当の、おこわコーナーみたいなのあって、おこわだーなんて思ってて、エロいぞーなんて思いながら。じゃあそのさ、働いてる女性の方がさ、俺になんだよ。他、周り誰もいないんだよ。やっぱ7時半ぐらいになると人もいなくなってくるから、そこにさ、その、1000円ぐらいの弁当があるんだけど、そこに、半額シールを貼ったの。で、もう、明らかに、もう俺が見てる時に半額シール貼ったから、俺を目指して貼ってるわけ。買えよっていう意味で。その、なんていうのかな。もうちょっとこう、なんちったらかな、こう、性欲を刺激される感じ？これちょっと表現がわかんないんだけど、女性から告白された感じっていうか、これ不思議なもんで、200円、300円引きだと俺は微動だに動かないのよ。武田信玄みたいにこう、山のごとく動かないんだけど、半額っていうのを、しかも女性に貼られちゃってるわけよ。目の前で。俺ターゲットなんだ。周りいないんだから。誰もいないだから、俺目当てに半額、それ貼られた時に、いや、これなんかすっごい誘われてるっていうか、俺なんかすっごいハニートラップに引っかかり、このおこわのハニートラップに、もう、太ももチラッチラ、チラッチラおこわが見せてくる感じの、やべえこれ！どうするこれっていう。ええー、って。なんかね、スエゼン食わぬは男の恥みたいなさ。まあ今の時代には良くない表現ですけど、これちょっとなんか女性に恥かかしていけないんじゃないかなっつって、2個買っちゃったもんね。2個買っちゃった。結局同じ値段なんですよ。でもなんか嬉しくって半額。でさ、アルバイトの堀口くんにさ、全部経緯を説明して、いや、すごいんだよ。俺の目の前でさ、200円引き、300円引きじゃないんだよ、堀口くん、シール。どのぐらいの貼ったと思うよ、わかんないです。半額貼ったの目の前で俺が見てる時に半額ってその女性、30代の女性が貼ったのよ。完全にターゲットにされて、おい、2個くださいっつっちゃった。さ、半額のやつでちょっと恐縮ない。いや、全然っつって。で、翌日も来てくれてさ、堀口くんが仕事でさ、どうだったあの、なんか味つって、いや、めちゃくちゃうまかった。だろっつって。そんな話です。今日ちょっと病気かいっていう。だいぶあの人来てんだなっていう。8月って暑いからね。なんか違う意味での熱射病みたいなのに、この人、かかっちゃってんだなっていう。いやー、なんか俺も、有村君の気持ち分かってきたよ。その目の前に美女が現れた時にとにかく最初口説かないと、そのイタリア人みたいに失礼なんじゃないかっていう、同じだよね。半額シール貼られた時に買わないっていうのは、美女がいた時に口説かないのと同じぐらいの失礼さに当たるっていうか。
愚かなもの、欲深いもの、滑稽なもの。講談にはあらゆる人間が登場します。しかしどんな人間であれ、愛おしく思える瞬間があるから不思議です。それは物だって同じ。傷だらけの車、乗れなくなった車、だけど誰かに愛されていた車。そんな愛車をお引き取りし、再び誰かの宝物として送り出す。捨てたもんじゃない。人も物も。そこから価値の循環が始まる。そこから全てが動き出す。花丸の車買い取り販売サービス。そこから。以上、神田伯山でした。TBS ラジオ。大昆虫展 in 東京スカイツリータウン。夏休みの大研究ワクワク昆虫ラボは9月3日まで毎日開催中。10時です。8月25日金曜日、時刻は10時になりました。こんばんは、ライターの武田砂鉄です。プレミアムフライデーですね。まあ、毎月何とかしてこう新しいネタ探してるんですけど、まあ、今月は何と言っても経産省が8月9日にサイトが閉鎖したっていうことを発表してたという報道がありましてね、朝日新聞デジタルから拾いますと、プレミアムフライデーが始まった当時外務大臣だった岸田さんの発言を紹介してるんですね。2017年2月24日プレキン当日の記者会見で、すでに外務省の省員の皆さんには業務に支障がない限りできるだけ早く退庁するように促していると、私自身も3時をめどにできるだけ早く退庁し、英気を養いたいと思っていると発言していたというふうに記事に書かれてるんですけどね。ポイントはやっぱりこのプレキン当日の記者会見という使い方ですよね。新聞がこのプレキンという略称を使ってますけど、まあプレキンナイトと名乗っておきながら、プレキンって略称そんなに普段使いするかなと、それぐらい流行ってたかなと首をかしげるのが正直なところなんですけど、まあでこの新聞ではですね、岸田さんがこうやって言ってたというふうにまとめられてるわけですけど、当日の記者会見でどういう質疑が行われてたのかというのを外務省の会見記録というので調べてみますと、記者がですね、大臣バッジつけておられますけれども、プレミアムフライデー外務省としての取り組み何か計画があるんでしょうかというふうに聞いてて、これ当然何バッジだとっていうことで鼻息荒くなりますよね。まあ、当時の記事なんかを見ますと、この胸のバッジをつけてるというのが確認できるんですけど、こういうバッジっていうのはやはり多めに作ってるはずで、そして今現在確実に余ってるはずなんですよね。だけどもう配るとこないっていうふうに困り果てた状態だと思うんで、まあ、そこでやっぱり経産省の皆さんに提案なんですが、このバッジをですね、当番組に譲っていただけないかなという、この在庫をうまく使えるのはこの番組か、まあ、プレキンのためにキャンペーンを行っている串カツ田中かどっちかと思うんでね、まあ、その SDGs の観点からも作りすぎたバッジを捨てたり眠らせたりするのはあんまりよろしいことじゃないというふうには思いますけども、まあ、この番組を聞いてくださっている方ならば、恥ずかしがることなく、こう、月末最終日の、最終の金曜日に限らずですね、もう月末最終日